いつにやりましたか。いやでもすごいたくさんやってきたし、うん、はい、小山さんはもう最初正直そんな DIY 含め、うん、あんまり乗り気じゃなかったところもあったと思うんですけど、ね、できなかったからね、ネジが、ネジが打てないんだからまず、うんうん、いやでもね本当にね、あの裏の話だけど、はい、時間経過とかさリアルじゃん。そのちょっと途中までスタッフさんがとかないじゃん。ないよ。マジで0から100まで自分たちじゃん。そうだよ。本当に疲れるよね毎回。いやいや家で見るじゃん、うん、また疲れるんだよ思い出して余韻がまた帰ってくるから、あん時こうだったなみたいな思い出して疲れが、あるわ。何ダイジェストにしてくれてんだよだって今日はね8時間半かかりまして、普段だったら8時間半だったらまあ4本は撮ってる、ね、撮ってますよ、うん、今日は2本で2本でございます2本でございます非効率な番組はそれだけ本当さ、うん、全力メイキングよね。いやまさにタイトルが合ってたんだよね。あるね、うん、本当に。あと、まあ、やってる時はさ、うん、楽しいんだよね。だからあっという間じゃん。でも1個のことにすごい集中してるから、帰りの車ね、ドッと帰りの車ね、あれこんなにもう疲れてたっけみたいな、うん、でもそれだけやっぱ一個一個の作品に愛着があるんですよ。ありますね、うん、全部思い出せるじゃない。そしていつも豪華なゲストの方が来てくれて、そう意外とあんまりね、うん、バラエティー出ないような方も出たりとかね、そういうこともあったりしますから、来てくださりますし、あ、その人がこんなことにハマってたんだ、こんなことが好きだったんだって改めて知ってね、そう一緒にこう趣味を共有させてもらったりっていうのはいい経験ですよね、うん、人間も見えてくるし仲も良くなりますし、うん、はい、14回もやってんすね、うん、たくさん作りましたよ、いろんなもの全部、まあもちろん思いやる。今なんかたくさん作ったじゃん、うん、もう椅子とかさ、うん、スピーカーとか作ったのに、なんかすっごい今思い出すのが、あの自転車翔さん、翔さん、あの、なんていうのかな、わかるわ、問題解っていうかあと謎になんかちょっとそういう服着させられてねあれ、あの時が一番番組がさまよったよね。さまよったの、翔、うん、さんがさまよったのかわかんないけど、うん、メイキングはメイキングだけどそっちっていうね、うん、僕はね結構カブが残ってて、うん、やばい、カブが残るとカブの奥にじいちゃん抜かれてくるあれなんだったんだって、同じ乗り物だから。そうね、うん、でもまあいろいろ思い出すけど、でもやっぱり何も分からなかった時に大吾さんと作った椅子、いやそう、あの時言ってやっぱり僕ね怖かったの、もう器具が、器具器具道具、こやつらが器具、怖かったの、火が出るしさ、誰も一回も説明してなかったよ、はいって渡されてさ、はい外してみたいな、インパクト普通さ、分かる、こういう番組なんなら講習とかあってもいいと思うんだよね。ああ、あってもいい、まず、はい、椅子作って無理よ、はい立ってきたな最新作の、うん、あれはすごいものを作りましたよね、今日やったものは。最近こうジオラマとかね、うんうん、プラモデル系とか、まあ、鉄道とかやってきてさ、アイデアが止まらないじゃん。いや、なんかね、アイデアが止まらない、うん、アイデアだってさ、出さないタイプだったじゃん、なんか確かにな、うん、頭の中で考えてることが、うん、形になった瞬間の快感をね、得てきたね。出てきました、うん、1周年だろ、うん、1周年、いやありがたいです、うん、だから見どころとしましては、今後も多分いろんなゲストの方来ていただいて、いやだから作るものをね、僕ら知らないんで、見どころはね、もうその瞬間に起こることなんですよ、うん、でその瞬間の資源、その瞬間の僕、そしてゲストさんとのこうなんかこう、つながる瞬間があるんですよ。で、そのものに愛着が一気に3人がバッて向く瞬間、これが見どころかなっていうね、そんな気がしますけどね。決め込めでしょもう以下同文いろんなもの作るからさ、それ自体に興味ない方もいるかもしれないけど、はい、でも興味なくても興味出るかもしれないし、楽しいよね。そうそうそう、全く知らない世界、僕らもそうじゃないですか、うん、N ゲージ何みたいなとこから入ってもやったら楽しいじゃないですか、うん、で見てても楽しいから、うん、なんかこうどんな方でも実は楽しめる番組だなと思います。そうだから、これを見てもしかしたら趣味が増えるかもしれないし、皆さんのなんかちょっとね作ってみようかなって思ってくれたら嬉しいし、ね、うん、まあ、僕らも本当に初心者から始めて、まあ、まだまだ初心者ですけど、これからもね、なるべくこう頑張って、はい、はい、作っていきたいと思いますので、ぜひとも何が作られていくのか、楽しみに見ていただきたいなと思います。うん、ということで、1周年、これからもお願いします。お願いします。